そうですね、まあ、僕のストロングポイントとしては、まあ、左足のキック精度だと思っています。小学校高学年の時にはもう思ってましたね。思ったところにはまず、まあ、蹴れると思います。立ってるぐらいの幅だったら、人の幅ぐらいだったら、まあ、10本蹴ったら、まあ、10本って言っておきましょう。はい。左サイドバックも中学の時からそうですね、やってて、地味なポジションですよね。まあでも主にやっぱディフェンスなので、まあ守備から入ってるかなっていうのはありますね。1対1のディフェンス、1対1の局面での対人とかで、まあバチンと体入れて取った時にはもうたまんない気持ちさありますね。守備はしてから攻撃になりますね。僕あんまりドリブルは得意ではないので、タイミングとか、まあ、仲間を使ってワンツーだとか、まあ、3人目の動きだとか使われなくても、まあ、その選手が、まあ、生きれば、まあ、陰ながら仕事できているのかなというふうに感じます。サイドバックに一番必要なもの、まあでも今、まあ、現代のサッカーで、まあ、サイドバックって、まあ、攻撃の、まあ、キーマンにはなると思うんですけど、サイド攻撃だとか、攻守においてのバランス、アップダウンの繰り返し、いや本当にとても幸せです。いや毎試合試合に出れているっていうことでも幸せですけど、まあ、やっぱりあのヤマハスタジアムっていうあのサポーターとの近い距離で、まあ、ゲームができて、まあ、あんなに熱い応援もいただいているので、まあ、そんでその中でも試合に勝った時はもう幸せです。幸せ、はい。